侵略、イカ娘は、安倍正宏による日本の漫画。週刊少年チャンピオンにて2007年35号から2016年13号まで連載された。全22巻。海からの侵略者、イカ娘と彼女が上陸した海岸にある海の家、レモンの関係者を中心としたギャグ漫画。当初は、前後話の短期集中連載の予定で開始したが、 人気が出たためにそのまま正式に週刊連載が決定した。安倍にとっては初めての長期連載作品である。各話のサブタイトルの語尾は〇〇ないかとなっている。2010年19号及び公式サイトにてテレビアニメ化が発表され、2010年10月から12月まで原作と同タイトルで全12話が放送された。アニメ化によって知名度が上昇し、 インターネット上でもイカ娘の語尾、イカとゲソが流行し、2010年度ネット、流行語大賞同賞を受賞した。2011年にも9月から12月まで、テレビアニメ第2期、侵略イカ娘が放送された。また、オリジナルアニメ DVD が単行本第12巻限定版、第14巻限定版及び、第17巻限定版に付属している。 週刊少年チャンピオンでの連載開始以前から、安倍は自身のウェブサイト上でイカ娘のイラストや漫画を掲載していた。なお安倍は同時に、ウェブ漫画のイカ娘はプロトタイプなので、今連載しているイカ娘とはキャラが違いますと、コメントしている。主人公であるイカ娘の名前の由来は、阿部が専門学校時代の友人二人といずれ旅行した際、旅館で、 せっかく伊豆に来たんだから海産物の擬人化をしてみないかという提案が出てその場の思いつきで描いたのが始まり。その時に描いたキャラクターを気に入り、その後いろいろとキャラ付けして、現在のイカ娘になったという。主人公がイカになったきっかけは、作者が単純にイカというダジャレを気に入り、女の子が突然墨を吐いたら面白いなと考えたことによる。 侵略者という設定にしたのは、僕はゴミのポイ捨てがとても嫌いで、このキャラならば海にたくさん不法投棄する人間にきっと腹を立てると思ったため。また、侵略がうまくいかないのは最初から可愛く無邪気なキャラだったので、うまくいかない方がらしいとの考えであるという。当時の週刊少年チャンピオン編集長である。 沢講師が新人作家の連載企画用カットを見ていたところ、イカ娘を見て、気に入り、タイトルを確認すると、イカ娘という、そのままのネーミングだったことが面白かった、という理由で連載が決定した。編集部内でもイカ娘の語尾が流行り、アンケート人気も相まって、正式連載が決定した。扉絵が存在しないため、単行本題1巻では話ごとの区切りが非常に、 わかりづらくなっている。第2巻からは格話ごとに、第話、終わりと入るようになった。作中の季節は夏で固定されているが、例外的に他の季節のエピソードが描かれることもある。以下に、その一覧を記す。原作では年数、月日が経過しておらず、イカ娘が連載当時の月にカレンダーを変えようと、したり、英子が体感的に三年ほど夏が続いているようなと、 メタフィクション的な発言をすることもある。登場人物の年齢や学年に変化はなく、上記のうち、イン・ウィンターの後再び夏が来たと書かれているが、本編では、イカ娘が上陸してからまだ1年の12分の1、ってところという発言があり、時間はほぼ経過していないことが伺える。アニメでは、第1期の、第12話で1年が経過したような描写があるが、第2期でも、 登場人物の学年や年齢に変化はない。本作の舞台である海の家、レモンの所在地は神奈川県湘南海岸であるが、地名は倉金市という架空の地名になっている。場所については英子が現在地として神奈川県の地図の海辺を指し示す、地鶴ると五郎が鎌倉駅前と告示した場所をデートの待ち合わせ場所と、するといった描写がある。アニメでは、 レモンのある海水浴場がユイガ浜であることが示されている。イカ娘は海洋汚染を続けてきた人類を懲らしめるべく地上世界を侵略するために陸上へとやってきた。しかし最初の侵略拠点として目をつけた海の家、レモンすら制圧できず、しまいには壁を壊した修理代代わりにそこで働かされる羽目に。果たしてイカ娘が 人類侵略を達成する日は来るのだろうか。この物語は、イカ娘とその周りの個性豊かな人間たちが繰り広げるドタバタコメディである。声はアニメ版及びドラマ CD における担当声優。イカ娘が海から初めて上陸した際、最初の侵略拠点として選挙しようとした海の絵。この作品における舞台。天名の由来は作者のハンドルネーム、レモン。 営業時間は8時から17時までで、看板はレモン色。従業員のユニフォームの T シャツは原作、アニメともにレモン色だがデザインが異なり、原作では胸の中央に海の家レモンと書かれているが、アニメでは左胸にレモンのワンポイントマークがあしらわれたシンプルなデザインとなっている。原作とアニメでは外観と内部の構造が大きく異なっている。 例えば、原作では、短いテーブルがいくつか置かれているがアニメでは、テーブルは長く、座敷もある点や、メニューの内容も大きく異なっている、店舗。イカ娘が壁に開けた穴も、原作では、きれいになくなっているのに対し、アニメでは、板で作られておりそのままになっている。仮設のカウンター席が設置されたこともあったが、以降の話では設置されていない。 レモンがある浜辺近くの洞窟の中に拠点を構えるアメリカが主国の宇宙人研究組織。メンバー全員が MIT を主席で卒業した経歴を持ち、高い知能と技術力を誇るが、宇宙人の研究以外には全く関心がない。しかもメンバー全員、宇宙人にはまだ一度も遭遇したことがない。彼らは日本支部という形で置かれているが、 ほとんど成果を見せないため原作、第269話では強制期間させられかけたことがある。隣町の海水浴場にある海の家、店名は南風と読む。舞台ステージがあるなど、レモンよりも規模が大きく、店長曰く、うちは、ここと違ってメニューが多いのが売りであると豪語している。また従業員も、レモンよりも多く、 一人一人が店長レベルに達しているので、店長がいなくても店を任せられるという。営業時間はレモンより長く、夜間も開いている。2010年10月より、テレビ東京他にて、全12話を放送。テレビ東京での放送枠が深夜アニメになるのは2年ぶりとなる。ウェブラジオ、金本久子イカ娘イカスラジオ第3回以内にて、 アニメが一クールの放送であることが発言された。時折挿入されるナレーションは、加瀬康幸が担当している。またテレビ放送から1週間遅れで、ニコニコ動画内に設けられている、テレビ東京アニテレチャンネルにてネット配信が行われている。第1話は無料。第2話以降は、配信から1週間のみ無料で、1週間を過ぎると、有料での視聴となる。 2010年3月下旬にアニメートが単行本第6巻の特典ペーパーの画像を掲載した際、ペーパーに書かれていたアニメ化するという趣旨の作者のコメントを消し忘れたため、公式の発表よりも前にアニメ化が判明。本来は4月8日発売の週刊少年チャンピオン史上及び同日発売の第6巻で公開する予定だった。 アニメは1話3パート制を採用したが、原作が1話あたり8ページと短いためる1、関連する2話を1パートにまとめて構成した例が多かった。また、第1期での原作の採用は第128話までであるため、二世イ娘の本名などその後の設定が反映されていない。2011年2月24日発売の週刊少年チャンピオンにて、 テレビアニメ第2期の制作が発表された。侵略イカ娘のタイトルで2011年9月から12月まで全12話が放送された。制作会社は第1期に続きディオメディアである。原作単行本、DVD 付け限定版にオディ、侵略、イカ娘が収録された。第1弾、2012サマーは2012年8月8日。 発売のコミックス第12巻に収録。原作は、それぞれ第7巻、第12巻、第11巻に収録。第2弾、2013様は2013年6月7日、発売第14巻に収録。第3弾、2014様は2014年9月8日、発売の、第17巻に収録。なお、第3弾ではこれまでの DVD ではなく、 ブルーレイでの収録となっている。第2期が放送終了してから約8年後となる2020年1月27日から2月27日まで、第1期が同年2月27日から3月27日まで、第2期がテレビ東京が運営する YouTube チャンネル、テレビ東京公式アニテレチャンネルにて期間限定で公開されていた。 海の中から出てくるサブタイトルは 3DCG で描かれ、背景は昼間の晴天が基本だが、エピソードに合わせて、雨天バージョンや夜間バージョンも時々使われる。最終エピソード、もっとピンチじゃないか。ではこの手法は使われなかった。第2期ではサブタイトルが海に落ちる演出がなされており、最後の部分がないかという形式になっている。ブルーレイディスク。 DVDCD その他のグッズ、富士フィルムがアニメ版のワンカットを光沢のある因賀紙に印刷したものを、正写真と題して2010年10月12日から販売し、2015年8月31日で終了した。これはサナエがイカ娘を隠し撮りした写真という設定で郵送販売されたもので、毎週十数点分の画像が従来の商品よりも、 比較的安価で販売され、芸能人を扱った同種のサービスと同等の売り上げを記録した。株式会社ディオメディアがオリジナルノート PC を2012年8月末までの期間限定で販売していた。株式会社ユニットコムも侵略、イカ娘ビジュアライズノートパソコンを2012年12月31日締め切りの受注生産で販売した。 歴史しておらず扱っていないが、各社にて、携帯着せ替えツールなども配信されている。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます金本久子イカ娘、イカスラジオに関するカテゴリ金本久子イカ娘侵略ラジオ聞かないかに関するカテゴリ侵略イカ娘に関するカテゴリありがとうございます。